皆さんこんにちは。地の種の認知症予防動画です。今回は五字熟語の並べ替え脳トレです。5つの漢字がバラバラに並んでいますので、並び替えて正しい五字熟語を完成させてください。問題は全部で6問あります。回答時間は25秒です。全問正解を目指して挑戦してくださいね。答え合わせの後には五字熟語の意味も紹介していきますね。それでは早速始めましょう。1問目です。何という五字熟語になるでしょうか。答え合わせです。1く面2働き。正解は1く面2働きでした。世の中をうまく渡っていくには工夫することが大切であり、体を動かすことはその次という意味です。さあどうですか。このように漢字を並び替えてくださいね。2問目です。何という五字熟語になるでしょうか。答え合わせです。かじばどろぼう。正解はかじばどろぼうでした。火事で惨事の現場で窃盗を働く者のこと。人々が大変な時や混乱をしている中で利益を得る者、利益を得ることという意味です。3問目です。何という五字熟語になるでしょうか。答え合わせです。白無く鉄か。正解は白無く鉄かでした。表面はおとなしく上品に見えるけども内面は太刀の悪いものの例えということです。4問目です。何という五字熟語になるでしょうか。
答え合わせです。で、き、ふ、で、き。正解は、でき不できでした。良い出来事と悪い出来事という意味や、出来具合の良し悪しを表す意味があります。5問目です。何という五字熟語になるでしょうか。答え合わせです。4、上、半、朱、味。正解は四畳半趣味でした。小さな部屋で芸者などを相手に酒を飲む趣味のことです。それでは最後の問題に行きましょう。何という五字熟語になるでしょうか。答え合わせです。元、高、不、一、地。正解は元高不一致でした。口で言うことと実際に行うことが一致しないこと、矛盾しているという意味ですね。以上で問題は終了です。五字熟語とその意味も一緒に学べる並べ替え脳トレでした。この動画で使用した文字の並べ替え脳トレは知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。